平成24年3月21日、阿蘇市三窪の阿蘇市子育て支援センターで、誕生会とお別れ会が行われました。誕生会では今月誕生日を迎える子どもたちをみんなでお祝いし、支援センターの先生たちの出し物を見て、子どもたちはとても喜んでいました。はい、また現在古城小学校で琴を指導している遠山先生が琴を披露し、子どもたちが知っているハッピーバースデーやチューリップの歌などの演奏があり、保護者や子どもたちはきれいな琴の音に聞き入っていました。その後4月から進学する子どもたちのお別れ会が行われ、保護者らは子育て支援センターの活動を振り返りながら、先生に対する感謝の言葉や思い出を語っていました。何とかやってきました。最後に阿蘇市の新イメージキャラクター赤牛くんが登場し、びっくりして泣く子もいましたが、子どもたちはとても喜びながらみんなでダンスをし、楽しく交流を深めました。